これはね、すごい絵になりますね。めちゃくちゃ可愛らしいです。チャンネル登録及びメンバーシップへの登録お願いします。皆さんこんにちは、チーソーレゴブルダーヒロリだ。はい、今回の動画はこちら、エゴクリエイターバードハウスの続きになります。前回の動画でこちらの鳥の巣箱を組み立てました。今回の動画はこちらの公園のベンチとハリネズミとリスに組み替えます。鳥の巣箱の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは公園のベンチとハリネズミとリスに組み替えます。完成、公園のベンチとハリネズミとリースです。はい、鳥の巣箱から組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で30分かかりました。この公園のベンチなんですけど、意外と小さいパーツとかがすごい多かったので、作るのが結構大変でした。鳥小屋から公園のベンチに組み替えられるのってめちゃめちゃすごいですよね。今回もすごいよく作られております。はい、まずはこちらのハリネズミとリスとリンゴを見ましょう。先に大きさ比較いくんですけど、サイズはまあだいたいミニフィグサイズです。レゴマリオと比べると若干小さくなっております。まずはこちらのハリネズミから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。全体的なカラーリングは茶色系がベースになっております。頭部の目はプリントパーツになっております。かなり前に作ったレゴクリエイター不思議の森の動物たちのハリネズミ、あれはすごいよくできていたんですけど、今回のハリネズミはまあどっちかというとまあ手抜き感はありますね。このハリネズミは結構簡単な作りになっております。続いてはこちらのリースです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このリースもハリネズミと一緒で茶色系の色がベースになっております。近くで見るとこのようになっていて、今回のこのリスなんですけど、めちゃくちゃ完成度が高いです。頭部はこのようになっていて、まあ基本的な作りは先ほどのハリネズミとまあ若干似ています。手には木の枝を持っております。でこのリスの尻尾は付け根がヒンジになってますので、このように稼働させることができます。はい、そして最後はこちらのリンゴです。全体をぐっと見回すとこのようになっております。あのリンゴと言ってるんですけど、もしかしたらこれ木の実かもしれませんねこれも小さいパーツがたくさん使われていて、すごいよく作られております。はい、続いてはこちらの公園のベンチを見ましょう。この公園のベンチめちゃめちゃよく作られていますね。ちなみにこのベンチに使われている木材は多分白樺だと思います。はい、では近くで見るとこのようになっていて、ベンチの下はこのように植物でいっぱいになっております。植物があることによってすごいカラフルに見えるのもとてもいいと思います。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。ちなみにこのベンチなんですけど、これといってギミックとかはありません。まあ強いて言うのであれば、この材質の部分がこのように稼働します。根元がヒンジになってますので、このように動かすことができます。ですごいのがこれ、チェーンパーツがストッパーになっていて、これ以上倒れないようになっております。公園のベンチってこういったチェーンパーツってなかった気がするんですよね。そしてこのベンチにはポッチパーツがありますので、先ほどのハリネズミやリスをこのように座らせることができます。で一番奥にリンゴを置けば、はい、こんな感じです。これはね、すごい絵になりますね。めちゃくちゃ可愛らしいです。レゴマリオを置くと、はい、こんな感じです。大きさ的に言えばレゴマリオサイズじゃないですね。もうちょっとちっちゃくしとけばレゴマリオサイズだったんじゃないかなって思います。ついでにミニフィグを座らせると、はい、こんな感じです。なんかこうして見るとミニフィグサイズじゃないですねおお、あ、これでちょうどいいねあ、ちなみにこの総水は地元のブックオフで500円で買いました。あ、でもね、なんかちょっと色的に総水らしくないなベンチのカラーをダークブラウンとかにすればもう余計総水らしかったんですけど、これはあの総水らしくないですねはい、レゴクリエイターバードハウスの公園のベンチとハリネズミとリスはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターバードハウス公園のベンチとハリネズミとリスに組み替えてレビューしてみました。今回作ったこちらの作品は小さいパーツがたくさん使われていて、とてもよく作られていました。今回付属するリスとハリネズミなんですけど、両方とも茶色系の色で統一されていますので、すごいよく作られてると思いました。個人的にハリネズミの造形はちょっと手抜きかなって思いました。であとはこの公園のベンチの造形がすごいよく作られていて、とても素晴らしいと思いました。鳥の巣箱からベンチに組み替えられるところがめちゃめちゃ面白い
白いと思いました。次の動画ではこちらの蜂の巣箱に組み替えます。はい、以上ヒロゲンでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。